トレーニングデーは2001年に公開されたアメリカ映画。新人刑事の1日、トレーニングデーを描いたサスペンスアクション。デンゼル・ワシントンがアカデミー主演男優賞を受賞した。ベテラン刑事と新人刑事の組み合わせというバディムービーにありがちな設定だが、本作は2人が対立を乗り越えて仲良くなるようなことはなく。 むしろ対立が決定的決裂に至る点でバディムービーとは全く異なっている。善良な人物役が多いデンゼル・ワシントンが悪役に徹底したことでも話題になった。また作中ではロスのストリートギャングの縄張りが重要な場所となるが撮影は本物のギャングの協力を得て実際の縄張りで行っておりロサンゼルスのストリートが現実的に再現されている。 ロス主刑の麻薬取り締課に配属された新人刑事ジェイクはベテラン捜査官アロンゾと組むことになったのだが狼を倒せるのは狼だけイコールワルを倒すにはワルになる必要があるというアロンゾに正義感の強いジェイクは次第に不信感を募らせていく一方アロンゾにはある計画があった本作の脚本執筆時より後に LAPD の捜査部隊 クラッシュにおける汚職事件が発覚した。監督はこの事件が映画の制作を推し進めるきっかけとなったと語っている。デンゼル・ワシントンは事件の中心人物であったラファエル・ペレス巡査を演技の参考にした。ペレスは押収されたコカインの窃盗、転売など数多くの犯罪に関与していた。ありがとうございます。